はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は天空中央in マホちゃんでやっていきたいと思います。天空六股デッキですね。そこにマホちゃんを入れて、まあ、たとえね井戸端が起こったとしても皆さんの評価が下がらない、まあ、マホちゃんは下がりますけれども、ケアはマホちゃんだけという、状況でやっていきたいと思います。で、金徳はもう最後のデートだけになるので、まあ、シナリオ金徳取れて1つ、まあ、運が良ければもうちょっと取れるんですけれども、基本的にはシナリオ金徳1つプラスデートで1つという感じになりますので、この中でいくとユニフォーム騎馬妹はちょっとパワーヒッター目的で入れてます、まあ、くれないかもしれないんですけれども、で、ユニフォーム木村ちゃんも広角打法目的で、入れてますので、まあ、この2人についてはね、今回ポジションが外野で内野用のね金徳なんですけれども、まあ、この2人はちょっと、デートは捨てていくという感じで、まあどうしようかな、ポイント的に、まあ、ルーちゃんから魔術師を取ろうかなと、今のところは思ってます。まあそんな感じでこれでやっていきましょう。とりあえずマホちゃん入れて、あとは、まあ、ちょいちょいちょいという感じですかね。監督だな、ちょっとここはそう監督を気にしないといけないんで、最初に監督と練習をしておきましょう。で、木村ちゃんはね、そもそもイベント回数も多いんで、まあ、そこで経験点とかも稼いでいければなと、思ってます。どうしようかな、こっち、ここからエンジェルコマンドか。まあ、基本的には派遣する方がいいんだけど、いいんだけど、二次谷一人か。二人だったらな、やるんだけどな、発掘。ん？誰がいい？ちょっと待ってね。黒金。マネちゃんはちょっと取っておきましょう。で、しぐれちゃんは、技術ポイントね。膨張型なんで大量にくれるんで、でルーちゃんも膨張型で筋力くれるのかな。だから心配なのは敏捷ポイントと精神ポイント。さて派遣を優先しよっかな、どうしよっかな。2人いたらちょっと2人派遣しよう。虹谷と雷、いけ、マネちゃん OK、 よし行った。おー、マネちゃん OK、連れてきてくれたか。あと3人で、まほちゃんの自己紹介。あ、なに、ここでも経験点くれるんだ。これは体力がマックスの時か。40もくれんだね、でかいな。ちょ、練習を見るか。散らばってんね。エンジェル先に集めたい気もするな。残り3人、1人な、勝手に発掘してくれると超楽なんだけどな。あ、パワフル高校か、そうかそうか、ちょっと久しぶりだからな。小筆ちゃんは女性心4位で、あ、来た、こんの、あと1人か。発掘だけはしとく。ちょっとまた練習を見つつ、2人いるね、ここやろう。2人いけ、よし、ナイス、西谷かりんちゃんを発掘か。これで発掘はじゃあ終わりだ。あ、ポイントはまだないでしょう。どうしようかな、ここだね。矢部は最悪下がるんだけど、ちょっとゆかり様、東雲くんと矢部くん、まずは向かってくれることよ、とにかく。あ、かりんちゃん来た。矢部は行かないか。で、ここもちょっと評価目的で行きますか。さて、練習。2人。騎馬妹足す。騎馬妹足す雷か。
ちょっと騎馬妹上げられるかな。筋力、あ、ふんだ、もう上げらんねえじゃあここで行こう。行ってくれ、頼むぞ雷。行ってくれた、コクデちゃん。あ、告白が来た。騎馬妹はね、本当にクリスマスデートの経験点が高いからね、悪くない。このままちょっと騎馬妹キープしたい。しぐれちゃん、しののめ、筋力もな。木村ちゃん、雷、どうしようかな。木村ちゃん上げられるかな。ほい、ちょっと分かんなくなってきたから、ちょっと上げられるやつ適当に上げていこう。ほい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 。サイリさんも上げられるね。ヒカリちゃんも上げられる。あ、上げられる上げられる。あと下、あー、マネちゃんね。こんなもんか。ほい、ちょっとハートに目がくらんでしまった。ハートの放出に目がくらんだ。ブブ漬け、美味しいよね。あとはしぐれちゃんもね、ユニフォームが欲しかったんだけどな。木村ちゃんのさ、最初の告白って多分告白のあれに乗ってなくても来るよね。あ、ここにしよう。しぐれちゃんも2回でいきましょう。で、これはまあ普通でいいか。あ、マジカル、マジカ。これなんだっけ、なんか全員の彼女キャラ全員の評価が下がるみたいなのあったよね。ちょっとマジカルーちゃんはあんまり使わないんでわかんない。通常イベントね。マジカル、マジカ。あ、2人だけの秘密にすると全員の評価が5下がるわ。魔法を教えて、まあ、これが無難かね。悪級打ちが手に入るけど特にいらない。あ、回収はできるね。ここたまには回収しとかないといけないからな。一応真帆ちゃん乗ってないのか。まあ、ここ雷がいてね、雷と虹谷がいていいんだけど、少し回収走ろう。体力回復系はやっぱ一人いた方がいいのかな。ちょっと美術うまくいけば流し打ち、そこから芸術的流し打ち取れたよね。ここも回収ポイントだな。あ、エンジェルフラッシュがたける。そもそもちょっと待ってね、誰だった、真帆ちゃんとかいたよね。あ、レベルマックスか。ひかりちゃんもレベルマックス。あとはマネちゃん、あ、ちょっと待って待って、もう一回もう一回もう一回。マネちゃんと、あ、サイリさんも OK ってことはマネちゃんだ。マネちゃん、マネちゃん、どうよ。お、いけるね。ほいほいほい、ちょっとマネここら辺適当に上げてくる。あ、なんかできなくなった。では最初のエンジェルフラッシュ。OK で、もう次は、あ、でも追加が起こってくれれば、コフで、よし、オッケー、サンドイッチ。あれコンボなんてあるの。そういや、あったね。ちょうどマジカルーちゃんを出してるんで、どれだ、ルーをかばう、守備職人もらえるじゃん。あ、守備職人もらって、じゃあルーちゃんとデートしていく。賛成すると帳尻合わせ、口に出さない、成功と失敗があるね。失敗するとやっぱめんどくさいことになるな。追い打ちだったら守備職人でいいや、2でもらえるみたいだし。よし、経験点も悪くない。で、ここはちょっとコツ目的なんで分かりましたと。まあ1だけどね、
まあ、直撮りするよりは全然マシでしょう。広角打法も。ちょ、こっちじゃない。エンジェルよ、エンジェル。ちょっとエンジェルレベルはやっぱり最優先で上げていきたいんで。今野ちゃん。小筆。オッケー。かりんちゃん。これで全員大丈夫だね。一応全員マックスで12人揃いましたと。あとは、おー、ここいいね。最強、あ、ここもあるのか。でもこっちだな。回収的に。押していきましょう。小筆も上げといてよかったな。精神吐き出してくれるのはやっぱでかいからね。天空中央の強化がね、マジしょぼかったからね。あのアプリの方ですけど。あ、ここちょっとコツ狙っていくか。天空中央強化だから俺 1,2 回しかやってないんですよね。なんかサクスペで来るときはテコ入れしてほしいんだけど。ちょっとこれはコツを狙いながら見ていきたいんで少々お待ちを。まほちゃん、まだ覚えてないからねこのイベント。どれだ？あ、これだ。あ、そうか、ラッキーボーイになるっていうのがあったんだよね。魔法使い、扇風機。扇風機でもランダムか。ならない可能性もあるからね。いやー、やってみようか。じゃあどう？いや、お、なった。ラッキーボーイになったぞ。やった。成功失敗のその会話の流れがよく分かんなかったけど、とりあえず今のは成功したみたいですね。あ、ここすげえ。回収しよう。回復しながら回収できる。今のところでも精神回収できてるね。あ、鬼臨時コーチ頼むぞ。これ成功してくれよ。どうなのこれ。あ、大丈夫か。パワヒタ3で掴めるかんね。ほんとそれはでかい。あとまたちょっと回収。あー、監督か。ちょっと回収に走ろう。監督評価も上げつつ、技術がね欲しかったんで。ヒッカーリちゃんはどっちがいいんだっけ。気にせず着替える。わからん。まあ、ホッチの告白事情説明して、本当と。これは結構見てるからね最近。あとはエンジェル、うーん、ろくなところにいないな。回収しつついくか。ハートって誰出してくれるの。サイリさんだけ。ハートないとたまにきつい時あるんだよね。ちょっと一応経験点確認する。弾道3にして、ここは左利きできてるんだよね。いや、特にこれといった理由はないんだけど、なんとなく外野だから左利きにしとくかみたいな、それだけ。あとまんべんなく上げていくから外野にするっていう。敏将が余ってるね。やっぱ技術ちょっと足りてないな今のところは。うーん、吐き出しとくか。あー、まほちゃん、いや、ちょっとここで吐き出しとこう。1回はデートしとかなきゃいけないんだよね。あと空デートがあると厳しいんだよな。ルーちゃん空デートあんのかな、わからん。エンジェルフラッシュが打てるね。それは最優先ですね。エンジェルフラッシュ。よし、ラブパワーありがたい。でゆかり様、ここは犬になりましょう。あ、その前にこれか。おーい、おーい、犬になるぜ。あ、これここで来るか。まあ別に止めとこう。みんなの評価が下がるわけじゃないからね。ま、まほちゃんの評価が上がってくれるのはでかいかな。どうしようかな。回復しつつ、でも3人放出できんのか。3人放出しよう。ラブパワー中だから体力の減りも。あ、そうか、そもそも次
クリスマスだ。誰？もうわからん。やったー。キバイモットほんといいよね。いや経験点高いわ。おお、ここ悪くない。ここも悪くない。監督もうちょいやっとく。次うまくいけばお正月で大吉出て回復できるからね。誰が来る？キバイモトか。ここでわかんないね。キバイモト、ただクリスマスがねちょっと微妙だからね。とりあえず大吉、中吉、まあいいか。お、ラブパワー継続が長いな。一回回復したいっていうのもあるな。どうしようかな。まだいけるか。これハートが回収できるね。ここにしよう。よし、オッケーオッケーオッケー。ラブパワーが切れた。で木村ちゃんひでえやつだな。終わってるよこいつマジで。23。お守りは一応持ってきたんだよねやっぱり。うん、バランス的には悪くないかな。ちょっと D に揃えよう。同じように揃えていくと経験点って同じくらい使うのかな。あーでもやっぱ筋力結構使うね。パワーが168、パワーっていうか筋力が168になってるもんな。そろそろあれも放出してくれそうだな。ちょっと待ってね、マホちゃん。ちなみにマホちゃんって何？マホちゃんの評価を上げたかったんだけどね、単純に。またひかりちゃんか。おつ、いいやつ。意味ないけど。あ、告白ね。受けると。さて回収できるのは回収しとかないといけないからね。しぐれちゃん、ちょっとルーちゃん、ルーちゃん筋力じゃねえし敏捷だし。これ筋力って書いてあるんだけど間違ってんじゃん。そうだよね、ルーちゃんよくよく考えれば変化球ポイントの膨張だから役立つって言ってたんだから敏捷に決まってんじゃん。忘れずに回収しとくか。これ何？あ、チストか。まあパワーヒッター3で取れたかな。ちょっと待ってね。こここれでバレンタインも牙紐とか。まあいいや。ミサちゃんとかねバレンタインすっげえ経験点くれんだけど。ハートの回復ハートがないな。次が合宿だからな。まあ、合宿もでもどうしようかな。ちょっとばらけてんね。これでいくか。まあ、監督の評価はもう大丈夫だね。ここまで来れば問題ない。あ、回復するんだ。そうかそうかそうか。うん、お二人がいるところでいくか。結構ね回復ポイントがあるんでね。まあその分監督の評価とか俺はついていきますよと。これ逆境取れるんでコツは取っておきましょう。ここだな。3人で、ここもそうしようと。
3人で放出するか。まあ、サイリさんだけか、回復ハート出してくれんの。ちょっと回復ハートも回収しとかないと支障が出るからな。あれ、回復ハートどこ行った？どこに浮いてんだか分かんねえ。ここだ。精神が悪くないね。12か。またの機会に。佐伯さんもね、いつ来るか。あ、佐伯さんそもそも上限アップがついてるからさ、上限アップが解放されないと佐伯さんイベキャラ化されないよね。で、じゃあ C にしよう。貧相が少ない。精神は意外に足りてる。あとは勝手に頑張ってくれ。ルーちゃん1回デートこなしとかないとな。2回こなしとく？怖いから。これにじったり、ちょっと油断しすぎだろ。別にいいんだけどね。あ、ダブルセレブ、これもコンボがあるのか。もう彼女同士、あれ、あ、ちょ、待って勝手に系かなるほど、選択肢調べようとか思った。なんか下げられたしね。あ、しょうがないですね。ここちょっと一回ルーちゃんとデートしよう。魔術師でいきます。魔術師で。ホーム突入をくれんのか。あれ、ランダムだっけ、決まってるっけ。なんか分かんなくなってきた。ちょっと総力を回収。やっぱエンジェルフラッシュかな。あと2回くらい来てほしいんだよね。やっぱり3人。1回メンタルを挟みつついくか。鴨川さんはもう完璧だね。そしてラブパワー、え、これなんだっけ、どっちも合ってる。で、サイリさんが来てくれて窮地 OK で、これは勝手に終わるんで経験点目的ですね。まあ、貧相40近くくれるんで、じゃあここか。足りてない人とかっている？うん、これラブパワーだと分かんねえかんなてか木村ちゃんまだ乗ってねえじゃん。ここで評価が上がっていくってことはまだ完璧ではないな。完璧ではないけど、エピローグ経験点マックスでもらえるのかな、この数値だったら。どうしよう、なんか微妙だな、なんか微妙だな。ここでいいや。ちょっと筋力を放出しておきたい。ラブパワー中だからそんなに体力減らないんで、うん、まあ回復してくれるだけよしとしましょう。あー、ここ回収ポイントだね。あー、一回回収しとくか。で、5月か。ちょっとやっぱもう一回、5月中にもう一回来てほしい。エンジェルフラッシュがもう一回来てほしい。もう一回無理。マホちゃん下がるからな。一回前回まで上げとくか。これで前回にはなったのか。前回っていうか評価マックスね。で、マホちゃんとデートしないからね。来たら来たらでちょっと厳しいな。そしてゆかり様もまだか。ちょっと上げとくか。じゃあ、あとでここら辺の女の子たちに振り回されるの嫌だからな。やれるときにやっとこう。んー、まだか。あ、来たー。ほい、オッケー何が OK なのっていう感じだけど、
で、ルーちゃん、まだだったね、評価。ついでにデートしときますか。これで見ればいいんだ。まほちゃん、さっき下がっちゃったばっかだから、しょうがない。で、ルーちゃんはデートしてれば大丈夫でしょう。よし、競争心。あ、そもそもしぐれちゃん、骨格来てねえじゃん。え、どうするこれ。5月の3週。2回で行くか、1回で行くか。いや、行けるはずだ。問題ない。根気よく説得しよう。そして、ルーちゃん、回復しなかったね。喧嘩。しぐれちゃんはもう確実に大丈夫。ただ、ただ、体力がないんで、メンタルをやります。あとは、ルーちゃんはだからデートするでしょ？だから、まほちゃんだよ。まほちゃん、ちょっとやっぱりケアは必要。これで追加が起こってくれれば、評価戻せる。よし、OK。で、まほちゃん、OK と。もう6月だからな。あと、2、3、4。エンジェルフラッシュ。なんか最初だけ結構来たけど、なんか後の方来なかったね。ルーちゃんあげとく。最悪ゆかり様デートしてあげよっか。はい、エース。なかなか珍しいのくれんな。ゆかり様いねえな。じゃあちょっとここで一回木村ちゃん、これで完全マックスでしょ。完全マックスまで持ってく必要があるのかって言われたら多分ないと思うんだけど。あ、来た来た来た。合格する。よし、窮地。ちょっとそろそろコツも回収しながらやっていきますか。まあ、金徳はやっぱ1つだね。2つもらえるのは結構レアケースだから。で、これも6月の4週なんで、まほちゃん大丈夫、しぐれちゃんも大丈夫。あと、ゆかり様だけか。ゆかり様、最悪デートであげよっか、じゃあ。回収できそうなのはここだね。ほい。さらば。あとはもうひたすらデート。でちょっと回収に入る。回収っていうかアーチと取るでしょ。こう書くだほぼもう1でしか取れないから、流し打ち。悪球も取っとくか。せっかくコツ掴んだことだし。オフ突入。逆境対エース。守備職人。競争心。窮地4か。よし、こんなもんだな。アーチストを取った関係でちょっと筋力が足りてないね。他を B にしておきますか。ああ、技術もちょっと足りてない、ま、エピローグポイントでね、まだまだ伸びるんで。じゃあ、ルーちゃん。ルーちゃんを終わらせて、ゆかり様と何回かデートして、それでいきましょう。冷静。あ、これ完全にあれだね。ランダムだね。ってことは、なんかしょぼいコツとかは潰しておいた方がいいのか。パワーは C あればアーチストだし全然大丈夫でしょう。お待たせいたしました。ルーちゃんを入れた関係で敏捷ポイントは大丈夫そう。やっぱパワーだね。そうすると騎馬妹一人だとなかなか厳しいね。まあ、アーティストを取ったっていう関係もあるけど、ちょっと待って、なんでフォークばっか投げてくんの。ひどくないか。だから少なくともキバイモードのパワーヒッター3は必須だね。あれ失敗されるとかなり厳しいからな。失敗してもさ、せめてパワーヒッター1とかでくれるんだったらいいけど、くんないからね。
これ3番か。3番だけど4回しか回ってきてない。ヒット7本か。何気に抑えられたな、初戦なのに。でルーちゃんを終わらせますと。だとゆかり様か。よし、魔術師はまあ少しでもいいでしょう。ゆかり様と。まあ、経験点も悪くはないか。タックがないんだったらデートしてた方が良さそうだしね、ここは。ただゆかり様の評価がちょっと心配だな。1回くらい甲子園で練習をしておきたい。天空リードで迎える3回です。あ、そうか、ここあれか、暁台か。うわ、点を取られている。今日2打席連続でホームランを放っている玉村、まあ、チーム能力が強いからね、暁台は。味方でやってるときはいいけど、敵に回るとね。しまったー、カーブが。ここホームラン必須だ。守る。おりゃ超だよ。よし、お前に恐怖を植え付けてやる。守君、さらばだ。同点に持っていかれ、さよならされた。守君かわいそうだな。まあ仕方ない。ちょっとデートします。まあ、一応5にはなったのか。これ5になればさ、エピローグ経験点マックスでくれるよね。そのための多分あの評価の数値を変えたと思うんで。で練習とかもうなんかいいや。足りないの技術、意外に足りてない。技術、うん、これだな。パワーは B にはできないか。そうか、技術足りてないって言ってもパワーが C だから筋力もちょっと不足気味なのか。まあ、技術は技術でね、特能を取るときいろいろ使うからね。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました。痛烈、いった、入った。点を取られすぎでしょ、二次体。何やってんだマジで。初球を打ちました。レフトコーナー掴みました。天空同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。かといってね、渚ちゃんじゃあ入れるっていう話にもなるんですよね。渚ちゃんはそもそもエンジェルでも出てこないはずなんで、絶対練習に来ないから。そうするとね、枠を一つ使う。でも金徳が二つ取れるっていうのはね、確かにでかいよね。そもそもここ金徳を揃えられないんで、だったら金徳1個確保できる渚ちゃんを入れるっていうのも、まあ時間があったらやってみますか。少なくとも初心者さんにとっては有効かもしれないですね。やっぱりある程度のデッキが組めるようになると、もう金徳の数っていうのが、あと金徳の質っていうのがね、どうしても重要になってくるんで。あー、ちょっとパワー B まで持ってくとやっぱ筋力なくなるね。でそうすると渚ちゃんで2つ、シナリオで1つ、デートで1つ、4個か。そう考えると悪くないね。
シナリオでね2つうまく取れればいいんだけど、なかなか取れないよねやっぱり。てか何気に1点差じゃねえか、俺いつも言うけどさ、虹谷ってなんで足が速いの。女の子追っかけてるから、そこら辺よくわかんない。しかも一般人に変わってるし。じゃあ筋力練習でもしとく。ほい、マントル中央、マントル中央じゃねえ、なんだっけ、マントルなんとか、マントル辺境、マントル辺境か。足は速くできる。盗塁ってなんか取ったんだっけ。あー、じゃあせっかくだ、これとこれと、あとは魔術師と、何気に何気に精神が余ってる。冷静取っとこう。あれ、逆境ってどうしたっけ。あ、逆境もうすでに取ってあんのか。じゃあ満塁とか取ろう。チャンスもじゃあ取れるか。ゆかり様入れてよかったな。盗塁じゃ20万円取得、せっかくだし。よし、あとは試合経験点とエピローグボーナスで持ってきましょう。カットボール、第2球投げた、低め、シュートは外れたボール。第3球を投げた、ちょい久々だからなこいつも。さあ4球目、見送ってボール。第5球、おい打ちました、打球はレフトは掴んで、これです。4回の裏、天空攻撃に入ります。この回の先頭バッターは玉村。第1打席はちょっと届かないけど、まあいいや、取られなかったから。6回の裏、天空攻撃に入ります。2本は打ちたいんだけどな。コイン狙う、無理か。3塁まではいけなかった。じゃあせめて1本打つか。はい、まあ、経験点的にはでも悪くないっしょ。87、よし。さてこっからよ、3位か。ゆかり様もらって、しぐれちゃん、そういえばさ、プラゴになってるけど45にしてないんだよね。まあいいか。騎馬妹は45なんで、デートしてないからここら辺のちょいちょいしたコツがくれないんだよね。ラッキーセブン、まあ、それか木村ちゃんから、まあ、内野にしてアイコンタクト取ってコツバラバラバラっともらうっていうのもいいかもしれないですね。経験って悪くないね、9500か。まあ行くは行くよね。まあこれでね、あの他の人もケアしなきゃいけないって言ったら絶対乗らなかったからね。やっぱそうすると真帆ちゃんの力だよな。最後すっげえ溜まってんだけど、ちょっとじゃあオール A にするか。一回オール A にしてから得の考えを。あ、技術が減ってる。で、敏捷がやっぱ余ってる。じゃあ内野安打、最後にコツくれた人っているんだっけ。あ、ラッキーセブンか。まあ打開とか取っとく。一層
あとは精神を使うやつ、上り上司。リベンジ、ムードはいいや。ハイボールヒッター60使うのか。チャンスメーカー、まあ、ヘッスラはいいや。ちょっと今回いらない。敏捷がまあ余ってるっちゃ余ってんな。まだソリトとかじゃ、まるでせっかく足速いし。それでも150あんのか。速攻でちょっと精神が余ってんね、やっぱり。ムードはいらねえな。ダイダもいらねえな。意外性、いやー、ない。じゃあ盗塁アシスト、いや、それか補給上げとくか。よし、これでなんか取れれば取ろう。あ、これ取れる。接戦もいいや。気分屋は絶対いらない。あー、ムード丸取れるから取っとこう。よし、という感じで、まあやっぱりね、経験点は結構いったけど、金徳の数がね、どうしても少なくなっちゃうので、まあそこはしょうがないところはありますけれども、一応、やっぱりマホちゃんはおすすめですね。経験点を伸ばすという意味ではおすすめなんで、本当に天空中央の6または、まだね、デッキがあんまり揃ってない初心者さんには本当におすすめになりますので、これ別にあの SR で揃えなくていいんで、まあね、あの借りる枠はもちろんあの SR の彼女を借りてもらいたいんですけど、まあそれ以外はね、あの R とか、まあ、最悪 PN とかでも全然大丈夫なんで、6股デッキね、今多分おすすめの動画には昔入れてたんだけど、おすすめ動画変えちゃったんで、まあちょっとおすすめ動画にはなってないんですけれども、まだね、やりたての人は、ぜひ参考にしていただければと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。